フォースミュージックは日本のレコード会社である音楽業界市場所のアイドル専門メジャーレーベルを歌い創業した2016年1月に初のアイドル専門メジャーレーベルとして設立同年3月に所属アイドルのプレスお披露目会見が行われカバーガーズ、マネキ、ケチャ、ラブアンドロイド、マナミノリサの4グループが出席日本 海外アイドルリリース2本1を掲げて、発足したが、メジャーの根拠が曖昧と物議を醸した。5月、淡路島ガールズ、ポップフェスティバルを開催。9月にホースミュージックフェスティバルを開催したほか、池袋シアターイエスを中心に主催ライブ歌娘を開催するなどしたが10月に、イベント運営業務からの撤退を発表。2017年1月13日、 コロンビアマーケティングとの契約終了が告知された。同月公式サイトもリニューアルのため閉鎖。全リリース CD が廃盤扱いとなった。所属アーティストのうち、マネキケチャ、シーナ・ピカリン、KRD8 は、オトダマレコーズに移籍一時資料、または記事主題の関係者による情報源。ありがとうございます。